なんかどうやってプロになったかっていうのを聞きたいなと。じゃあもう日本代表の真子さんをお願いします。まあでも、まあ、僕今ね、まあ、スカウトを今年からやらせてもらって、まあ、基本やっぱりスカウトが、まあ、この選手いいなとか、まあ、目立ってるなっていうのを見て、でそれにやっぱり継続性とか安定性のプレーがあるかどうかっていうのを基準に、あとはまあ当然ね、あこいつストロングポイントがすげえあるなっていうのを見て多分スカウトをするんだろうけど、まあ、それに目が止まらないとやっぱり入れないわけで、まあ、今ここにいる人たちはみんなね、まあ、高校時代に活躍して、まあ、目に止まってどうだって話をいただいたわけだから、まあ、基本やっぱり大会、ね、大きな大会でやっぱり活躍していかないと、まあ、目に止まらないのかなって、まあ、それで声をいただいて、まあまあ、何チームかあれば選べるし、1チームしかなかったら当然ね1つしか選べないし、うん、まあそういった感じかな。まあ、みんなでも大体そうだもんね、それはね。マコさんは数カ所からね、あったんですか？マコさん、数カ所、数チームから。僕はね、2、3チーム、まあね、2、3チーム前の話をいただいて、ね、そこでジビロに決めたんですけど、まあ、アビスパはなかったんですけど、当時はね。あ、当時はね。まあ、そこで、まあ、あとはいろんなチームのね、どういう事情があることが雰囲気だとか、まあ、当時でもジビロは、あのオフト監督があの元日本代表のオフト監督が就任っていうことで、まあその殺し文句がね、いやここに入れば日本代表に入れる可能性が高いっていう、うん、ふうに言われて、うん、あなんじゃあっていう話で決めましたね、僕はね、うん、でも結果になってるからね、うん、まあ、殺し文句じゃないよね、まあ、そういうっていうか、まあ、そういう選手たちがいっぱいレベル高い選手が、うん、まあいて、まあ、切磋琢磨させてもらって、ね、まあ、まあ工藤君とね、僕はずっと若い時やったからね、ジュビロのこの下積み時代っていうのがね、わかるんだけど、結構激しく練習したし、まあ、上の人たちがどの代表クラスと、まあ、レベル高い選手がいたから、それに追いつかなきゃならないっていう気持ちでね、まあ、やった結果が、まあ、そうやってつながってたってだけで、うん、まあ、でも、こういうのもね、運もあるしね、やっぱり。なんていうの、今スカウトやってて当然注目される選手がいて、その選手を見に行くんだけど、でもまあ見ていく中で、あ、相手側のこの選手もいいなっていうのも出てくるから、まあ、本当はスカウトのその見る目っていうのは、まあ、どこに転がってるか分かんないっていうのがあるから、まあ、スカウトがいるところではやっぱり選手はアピールするチャンスは絶対にあるし、まあ、そこで先入観で見ちゃうと僕らもちょっとそこばっか見ちゃうから、まあ、見ないようにはしてるんだけど、でも意外とそういう違う選手をいいなって思うケースが今のところ多いかなっていうのはあるね。福、うんうん、さんとかそうですよね。そうそうそう。クリスさんとかね。当然あの目的の選手を見に行ったら相手選手に福西がいて、それを取ってね。うん、だそういうケースがあるから、まあ、本当にそういう運もあると思うからね。うん、経緯っていうのは。それすごいよね。うん。そうそう。マコさん今スカウトする立場でしょ。そうそう、今スカウトだから2月とかね、あの九州、福岡は行って、あの九州新人戦とかね九州行って来てくださいよ、うん、鹿児島も。そうか、鹿児島もね、キャンプ地だからね。そうそう、キャンプ行かずに俺はだから違うとこ回ってたんだけど、うん、まあ近々ね、また外で再開がもうねしてるんであれば、また、はい、まあでも都内から行くとちょっとね、またどうなっていうのを見ながら、はい、様子を見ながらですけどね、行きたいなと思ってます。今中学校1年生であのいい選手いますから、鹿児島。めっちゃ売り込むよ。久永が小次郎だったかな。いたね、そういうの。でも息子もないじゃん。いたね。もうすぐ身長越されるから。そういう情報で見に行って、あ、うん、いろんな選手が見れるから、まあ、はい、それも見れるかなと思ってるんで、いい選手がいればぜひぜひお願いします。